皆さんこんにちは、さくやです。いつもご視聴ありがとうございます。またチャンネル登録をしていただいている皆様、動画作りの励みになっております。いつもありがとうございます。今日ご紹介する、資格検定シリーズの、第3弾になりますけれども、こちらですね。じゃじゃん、日本アロマテラピー検定、違う、日本アロマテラピー協会アロマテラピー検定1級の認定証、まあ、合格証ということになりますね。期日は2003年の12月1日となっております。ちょっとね、調べてみたんですけど、年に何回か多分開催してるはずなんですけど、ちょっとよくわからなかったので、興味のある方は詳しく調べてみてほしいんですけど、ここ見ていただくとわかるんですが、ですね、これ AAJ って書いてあって、日本アロマテラピー協会となってますけれども、この私が受けた2003年の時点では、日本アロマテラピー協会というところがやっている試験が、まあ有名だったんですけれども、この協会、実は何年か前に変わってまして、今は、日本アロマ環境協会というところに変わっています。で、もともとの、やってたサービスというか検定試験に加えて、さらに新しい資格が取得が可能になってるというようなイメージです。イメージでしょうか。なので AAJ ではなくて AEAJ というふうに今はなっています。で、こちらの検定自体は、2級と1級があります。で、それぞれ受験料が6480円で、受験資格は確かないです。で、申し込みをして、受験会場に足を運んで、マークシート式の試験を受けるというような感じになります。で、2級が55問、1級が70問ということなんですけれども、多分ですけど、1級、私が受けた頃は、1級は、嗅ぎ分けの試験というのがありました。で、あらかじめ専門のショップとかに行くと、嗅ぎ分け試験用に10種類とか、すごく少ない少量のアロマオイル、精油ですね、精油が、小瓶に入って10種セットとかで何千円とかで売ってて、それをひたすら嗅いで覚えていった覚えがあります。で、当日はなんかその浸した紙か何かをこう、学校みたいに前からこう配られていって、で、クンクンして、で、4択かなんか書いてあるので、それをこれは何だってマークするような、嗅ぎ分けの試験が確か3問ぐらいありましたね。その他は、基本学科試験みたいなものなので、公式のテキストで私は一発で1級受かりました。で、併願ができるんですけれども、2級が多分午前中、1級が午後という感じになるので、6480円なんですけど、併願の場合は、普通に倍の1万2960円かかって、1日がかりというようなイメージですかね。でも、私の感覚では、まあ、ちょっとね、今病気の方がいらっしゃるのであれなんですけど、公式のテキストを購入して、独学で1級は絶対に受かれると思います。で、問題はその先なんですけども、1級に合格するとアロマテラピーアドバイザーというのの登録書類が届くんですね。で、これに登録をすると、今は3時間の講習を受けなければいけないんですけども、その認定講習を受けて、で、アロマテラピーアドバイザーとして登録をすると。確かその後年会費がかかり続けるんですけど、それをまあ払い続ければ、アロマテラピーアドバイザーとして、維持し続けられるんですけど、その先にさらにアロマテラピーインストラクター、それからアロマテラピーセラピスト、アロマセラピストか、という、資格もあります。これらはまた別途スクールに行かなければなりませんし、当然お金がかかるんですけれども、もし、それらをこう商売、職業として、お考えになっている場合には、まず検定1級受からなければいけないし、アドバイザーに認定されなきゃいけない。で、登録料が1万円と受講料が5000円ぐらいかかるんで、
まあ1万5、6千円かかって、アドバイザーまで行かないとその先には進めないっていうことになるので、ちょっとアロマのこと知ってみたいよとかいう方は、このアロマテラピー、違う、アロマ環境協会の、検定を勉強してみるのをおすすめします。で、インストラクターとか、まあ、セラピストとしてやっていきたいということであれば、やっぱりアドバイザーまで行かないといけないので、検定1級合格は最初の関門ということになりますね。お金が結構かかる話なので、まあ、興味のある方はぜひやられてみてはいかがでしょうかというところでございます。はい、今日はね、第3弾で、アロマテラピー検定というものについてのご紹介でした。本日もご視聴ありがとうございます。